はい、中橋さん、いらっしゃい。ナンバーワン。ナンバーワンです。今日はどうかな、通知がいってるかな。毎回心配なんですけど、通知行きました。通知が行かなければ皆さん来ないからね。それは嬉しい。通知来ましたか。じゃあ皆さんのとこ行ってますね。多分大丈夫でしょう。Hello, ロジー、ホリデーロジーさん、いらっしゃい。 FWH ブレさん、こんばんは、いらっしゃい。マイボーズさん、いらっしゃい。こんばんは、よろしくお願い。通知決めてきてました。よかったよかった。床与田さん、いらっしゃい。練習マーク、グッドイブニング、ナイストゥカム。こんばんは。キラキラ星開けない。キラキラ星開けない。ちょっと待って。これがダメか。ちょっと待ってね。ちょっと URL を貼り付けときます。間違ってるね、多分ね。ちょっと待ってね。 Wait a minute please. OPQRS OPP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 P PP どちらの方、両方ともですね。EFGHA サイレントナイト、サイレントナイト、これだな。多分 URL 間違ってますね。はい、こんばんは皆さん。ちょっとこれまず楽譜の方、こいつです。はい、いらっしゃい。楽譜、これはいけると思いますけどね。キラキラ星の、何が間違ってるんだろう。あ、違う。ちょっと待って。これは、あれだ。これはサイレントナイトか。ごめんなさい。はい、キラキラ星の方だな。キラキラ星は、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これだ。これだ、これだ。はい。すいません。はい、こんばんは。セカンド&フォースリンクタブ。Do not work。セカンド&フォースリンク。サイレントナイト。サイレントナイトの方かな。サイレントナイト。Wait a minute, please. サイレントナイトの2つ目だね。
It's a silent night tab。 これかな。気がければ場所 OK。 はい、中村さん、今日はあのあれですよ、ハーモニクスですよ。キラキラ場所 OK。 あとダメなのはセカンド、フォースリンク、タブ、ドゥナットウォーク。セカンド、アンド、フォースリンク。フォースリンク、イース、トゥインクル、トゥインクル、リトゥースター。セカンドっていうのはこのことかな、チャイムのことかな。あと開けられます。全部で今日は7曲、7ページ。ですけど、どうでしょうかね。皆さんどうですか？もう開けられますか？全部 OK？ それとも何か見れないのがありますか？何か見れないものありますか？いえ、とんでもないです。カズビワさんいらっしゃい。見れないものあったら言ってください。If is there any URL doesn't work, please tell me. This URL all okay? 大丈夫ですかね？大丈夫ですか？すいません、毎回毎回。これまたあの URL のを直しておきますので、終わったらすいませんでした。ハーモニクス、今日はね、皆さん聞いていただきましたかね。私今日あげた、商人の娘という可愛らしい曲ですね。商人の娘、これ非常にこうあの難解なんです、この曲。まあ、一応経験者のためのギター講座ということで、全く初心者の方には難しいと思いますけど、ハーモニクスのことね、今日はハーモニクスの弾き方について、お伝えします。ハーモニクスというのは軽く触って音が出るということなんですけどね、こういうふうに。でハーモニクスには2種類あるということです。一つは、今この弾いてるね、これは何で弾いてるかというと、左手で12フレットのちょうど真上ですね、そこを軽く触ってこういうふうに音を出す、これを、ナチュラルハーモニクスと言います。自然ハーモニクスで、あれ消えた、あそうか、
翔子さんいらっしゃい。はい、こんばんは、よろしくお願いします。商人の娘はギターを弾きながら違う楽器を同時に演奏しているような気がします。商人ギターを弾きながら違う楽器、そうですね、だからハーモニクスで非常に不思議な感じですよ。それで、今説明した、ナチュラルハーモニクスというのは こちらの左手の方で操作をしながら軽く触って音を出す、これがナチュラルハーモニクスです。で、アーティフィシャル、人工ハーモニクスですね、名前がすごいですけど、人工ハーモニクスはどういうことかというと、左手を使わないで、右手で音を出す、こういうですね、これが、アーティフィシャルハーモニクスというんですね。で、要はこの人差し指で軽くその 12フレットとか7フレットとかという上を軽く触って、薬指で弾くんです。だから非常に、まあ高度なテクニックですよね。だからこちらの方で軽く触って音を出す、このこちらの代わりにこちらの方で右手の方で軽くここの弦の上を触って薬指で弾くということですね。見えますかね、軽くここの上触ってということですね。それで、まあ今日はあの、まあ私毎回毎回その皆さんに教材を渡すのにちょっと供給過剰であるかもしれません。今日も4曲皆さんに、提供しました。で、自然ハーモニクスで弾ける曲を3曲用意しました。自然ハーモニクスで弾ける曲を3曲。まあ1曲はチャイムですから、まあ、曲というほどのものでもないんですけど。で、4曲目が、アーティフィシャルハーモニクスでキラキラ星をやってみましょうということで、皆さんこういう今日はこういう予定です。よろしいでしょうかね。よろしいですかね。あとは挨拶してなかった人いませんかね。イチョウコウさんこんばんは。それからダッチスリーさんね、挨拶し、もし、挨拶ちょっと忘れてましたら申し訳ありません。ということで今日のレクチャー入りましょう。でまず自然ハーモニクス、自然ハーモニクスというのは前回前々回私皆さんにお話ししたこの倍音のことですね。倍音のことが少し分かっていると、もっと、なんていうか理解しやすいと思いますけど、まあとりあえずはですね弾き方から説明しましょうね。で、一番、出しやすいところというのは12フレットの真上です。で指はですね、まあ何の意味でも構わないんですけど、まあ、 このままこう持ってきたらですね、小指が一番いいかもしれないです。で私昔ね、まあ草加先生という東京の先生に教わったのは、もうこのままガツンと持っていけば音が出るんだという、ここにガツンと持っていけば別に12フレットに持っていかなくてもですね、このままずっと持っていてガッと当てればもう12フレットのところに行くという、確かにそうですね、このまま別に12フレットを探さなくてもこのまま肩のところにカツンと持っていければですね、手のここのところをで、このまま12フレット来てますから、そんなに探さなくても。で12フレットの真上を軽く触るんです。これね、勘違いしないでくださいね。押さえる場所はフレットの手前ですよね。押さえる場所はフレットの手前ですけど、ハーモニクスはこのフレットのちょうど真上なんですよ。これを間違わないように、意外にこれ間違ってる人多いので、ちょうどフレットの真上です。だからもうちょっと近づけてね、見せてあげればいいんですけど、このフレットがあるでしょ、このフレットのちょうど真上なんですね。ちょうどこのフレットの真上を軽く触って音を出すということですね。よろしいですか。それでね、軽く触って、弾いた後はまあ軽く離すというか、まあ瞬間的に離すわけですけど、これがうまくいかない人が結構多いんです。この弾いてですね、
恥じて話すのが早すぎる人、うん、その人が多いのと、それから今度はですね、軽く触らなければいけないんですけど、ちょっと抑えすぎてしまってる人、これも音が出にくいです。もう本当に軽く触るだけ。例えばですね、まあいろんな例えがあると思うんですけど、例えば、私たちが嫌いな静電気ですね。静電気をこうパチッとこうきますよね。あるいは熱いものをこう触るときに熱っとなりますよね。やあの沸騰したやかんとか。だから その程度でいいんですね。軽くここのところ。で今度は問題は右手の方ですけど、右手はですね、できるだけこれね、前回言ったように、非数倍音がたくさん含まれている音なんですね、ハーモニクスというのは。で非数倍音ということはできるだけやはりこちらも片目で弾いてやらないと出にくいですから、右手の方もよろしいですか、こちらの方で出してやると出しやすいです。こちらに近づくにつれて音は出にくいですから、よろしいですかね。これがハーモニクスです。皆さんできますかね。皆さん大丈夫ですか。ハーモニクスは心に染み入ります。ハーモニクスの音はやっぱり、まあ、俗に言う鐘の音というふうな、まあ、純粋にね、純粋な音ですから、確かにあの心に染み込みますよね。それで12番目とその次に出やすいのは7番目です。これ3倍音ですね。で7フレットのちょうど真上、ちょうど真上です。それから今度は5番目、これも5フレットのちょうど真上です。でここはかなり慎重に持っていかないと音出ませんよ。それから9番目、だから12番目、7番目、5番目、9番目の順で、出やすいということです。床枝さん OK ですか。でこれからですね、さらに5フレット今度は4フレットなんですけど、これは出にくいです。で4フレットは4フレットのちょっとこっち側です、あのちょっと右側ですね、1ミリぐらいフレットよりもブリッジよりで、ここの音はこの9番目の音と同じなんですね。これは倍音のことを、物理的な倍音のことを分かっておれば分かると思うんですけど、こことここは全く同じ音という気がつくと思うんですね。で今度はですね、3フレットの真上、3フレットよりも若干こちら側、それからこれはもう限界です。2フレットですけど、厳密には3フレットと2フレットの真ん中ぐらいです。これが2フレット、それさらに、1フレットかな。まあこの辺は使うことないです。まずこんばんは。人工ハーモニクスが苦手です。自然ハーモニクスは3弦くらいからきついです。まずは人工ハーモニクスでね、皆さん遊びましょう。だからあのまず大事なのはフレットの真上だということ、そして軽く触るということ、本当に軽く触るだけですよ。そして弾いた後、まあ瞬間的に離すということ、そしてあと右手の方はできるだけブリッジより、まあこれだけの条件を守ればかなりいいハーモニクスが出ると思います。サーフレットのハーモニクスはフリアフロリダの最後で使えます。ほとんどね、このサーフレットっていうのはよっぽどのことがない限りは使わないですけどね。でも今日の教材に入れてますので、はい、今日の教材にサーフレットを使います。でまず一番簡単なね、チャイムを弾いてみましょう。でここで皆さんに説明したいんですけれども、ハーモニクスを使ってチャイムを弾いてみましょうということで、
この楽譜に書かれた自然ハーモニクスあるいは人工ハーモニクスの書き方というのはですね、だいたいその実音ですね、そこで押さえた実音の場所を軽く触るというのがだいたい一般的な書き方なんですね。あのハーモニクスの書き方もいろいろあるんですけど、でこの3弦の7フレットのですね、3弦の7フレットレノートですね、これを押さえないでこの四角で囲まれてる、これが、自然ハーモニクスというんです。次がファのシャープでしょ。でこれ2弦ですから、ちょうど2弦の7フレット、そして1弦のミはこのまま同じ場所ですね。で四角に囲まれてます、ハーモニクスっていうのはこういう書き方をするんです。4弦もそうですね。次のあのここですね。でこれは普天二分音符になってますので、こういうふうに、白抜きのですね、音符になってるんですね。四角いこういう書き方です。よろしいでしょうかね。でこれね、これでこのまま弾ければこれでいいんですけど、タブ譜の方が見やすいです。これ私が作ったタブ譜ですけど、ちょっとパーセントをもうちょっと下げましょうね。もうちょっと小さく。これがタブ譜です。タブ譜の場合はもう何弦の何フレットっていうのがはっきり分かってますので、ハーモニクスの場合は、ハーモニクスごめんなさい、楽譜の場合は、これを解読していかないといけないというか、この3弦の7フレットというのを理解するのにちょっと時間がかかるんですね。でタブ譜だとこのまま、楽譜見ただけでその場所が分かりますので、私はハーモニクスに関してはタブ譜の方が分かりやすいんじゃないかなと思ってますけど、まあ今日は楽譜でいってみましょう。で、ハーモニクスですね、ちょっと弾いてみましょうね。これ遊んでください皆さん。こういう感じです。で、実際にお見せしましょうね。はい、いらっしゃい。王子さんいらっしゃい。こんばんは、遅れました。まだあの始まって間がないですよ。どうでしょうかね、これ遊んでくださいね皆さんね。7フレットと12フレットを使ったハーモニクス練習ですね。これはあの以前に私教材でね、ギター入門講座の時にこれ使った教材なんですよ。ビッグベン、ビッグベンってこれビッグベンになるの？なんかこうそういう曲かな。はい、それでこれがタブ譜ですね。タブ譜で見てもいいです。タブ譜の場合は、こういうあの四角い表記、私の場合はこう四角く囲んでいるんですけど、なかなかね、これ一つ一つあのコピー&ペーストで貼り付けていかないといけないので、この、 あのタブ譜の楽譜を作るのは大変なんですね、作業がね。それで、一般的に私はもう四角に囲んだりもしてますけど、まあこれがタブ譜の表記ですね。この数字を四角いひし形の、図形で囲むというやつですね。まあ、このタブ譜で見てもらってもいいですね。どうでしょうか、皆さん弾けましたか、弾いてみました、弾けました。どうでしょうかね。
はい、これで、第1時間目の授業が終わりですっていう感じでしょ。それで、はい、弾けましたか。はい、中村さん、簡単ですね、これはね。これは弾けます。さて、今度ですね、これからちょっといきなり難しくなりますよ。きよしこの夜。きよしこの夜をちょっとハーモニクスで弾いてみましょうということで、ここにね、2フレットが出てくるんですね。これがかなり厳しいです。ここですね。ここはもうどうしてもこの、楽しいですね。学生の頃思い出しますね。はい。と、ここですね。2箇所2フレットが出るので、まあ、ここはもう少しごまかしてください。出にくかったらですね。出にくい場合は、ここはごまかしてください。あと4と3も出ます。このね、きよし君の夜、ちょっと弾いてみましょう。これも、私はこれタブ譜の方がね、やりやすいんです、実は。実のところは。よろしいですか？それとね、どうだったかな？そうそう、この曲はね、ちょっと連に下げないといけないので、ちょっとそれ申し訳ないんですけど、よろしいですかね？連に下げるということですね。連に下げる方法、ちょっとね、今日はちょっとこれ脱線ですけど、連に下げる方法をちょっと、私のギター教室の、裏技ね、お伝えしときます。今、6弦のミです。で、まあ、これ、皆さんのギターによってちょっと若干ここの、糸巻きのね、このペグの、なんていうか、メーカーが違うとちょっと少し違うと思うんですけど、いいですか？ここね、ここを覚えておいて、ここを覚えておいてですね。で、これで下げていくんですけれど、もちろん、ずっと自分の勘でいってもいいんですけど、このこちらでね、チューナーを使ってもいいし、ここのところですね、これまずね、180度回すんです。これで今180度回して、今度は360度。これで1回転です。プラスのだいたい40度から45度ぐらい。これで、もうちょっとかな。45度ぐらい。これで、連に下がりますから。だから、半回転、半回転の、あと、半回転ぐらい。45度ぐらい。これで連に下がりますから、これ覚えといたらいいですよ。よろしいですか？これはちょっとハーモニクスとは関係なかったですけど、で、ここで3番、ここで3番です。ここは3フレットです。これ厳しいですよ。ここも2フレット。2フレットですから、この辺ぐらいですね。2フレットはだいたい3フレットに近いところですよ。
こなんですね。よろしいですか。うおお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 お、今後ダウンチューニングの時間が少し短縮されそうです。そうです、これ覚えとけばいいです。もうあっという間にできますよ。うまくいけば一発でいけます。うまくいけば一発でいけますよ。もう一回弾きましょうね。ごめんなさい。これも間違えた。ごめんなさい。これはおまけね。ちょっと間違えちゃいました。ごめんなさい。2フレットはかなり厳しいです。面白いでしょ？今のも、私はタブ風の方を見てやりました。楽譜だとちょっと、頭の中混乱を起こすので、私は、ハーモニクスに関してはタブ譜を見てます。その方が早いです。どうでしょうかね、皆さんできましたか？だからこれこういったハーモニクスのテクニックっていうのは、どっちかというと、そのギターが手が指がよく動くとかね、動かないとかいうのとはちょっと違うでしょ。要するにこう熟練の問題っていうところがあるんですね。熟練と、それからやっぱり頭を使わないといけないんです。かなりやっぱり頭を使うというか、非常に繊細なテクニックなんですね。結構ギターっていうのはこういう、なんていうか、そのアスレティックなこうマンパワー的なテクニックじゃなくて、こういう、熟練の技なんですね。ある意味でね、熟練の技のようなものが必要になってくるんですね。だからこれは誰でもできるんですよ、頑張ればね。誰でもこういったものっていうのは習得できると思います。それでここまでよろしいですかね、皆さんね。ここまでで2曲目いきました。よろしいですかね。でもう一曲作りました。私も欲張りで、もう一曲ね、蛍の光ね蛍の光をハーモニクス奏法で弾いてみましょうということで、これ蛍の光はこのスコットランド民謡なんですね。どうしてこの蛍の光がその日本で、卒業式の時にね歌うようになったのかっていうのは、私わからないんですけど、そうでしょう、タブ譜のが楽ですよ。タブ譜のが楽です。とてもいい曲だと思いますけど、私は蛍の光はね、とても思い出があって、ちょうどね、私はスペインに留学してて、で、セコビアのコンサートがパリでちょうどあったので、もうあの頃もセコビア80歳過ぎてましたね。それでもう、まずもうセコビアの演奏を聞くことなんてないだろうと思って、で、マドリードからパリまでですね、夜行列車に乗って、行ったんですけどね、マドリッドから夜行列車があったんです。で、その夜行列車
で、国境にちょうどフランスとスペインとの国境をまたぐとこがあるんですね。で、まあ、そこで一回ちょっとなんていうんですかね、まあ、車両交換みたいなね、まあ、これもちょっと話すると長い話なのでちょっと置いておきますけど、その時にずっと、まあ、車両交換をしてる時に、フランスの整備士の人がずっと働いてたんですね。ちょうど真夜中でした。私がずっと窓からですね外を眺めてると、フランスの整備士の人がずっとこう、車両の調整をしてたんですけど、その時に歌ってたのが鼻歌を歌ってるんですよ。で、あれ何の歌だろうなと思ってね聞いてたら、蛍の光を歌ってるんです、フランス語でフランス語かどうかわからないですけど、ドゥ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 ガチャンガチャンガチャン、ドゥ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 ガチャンガチャンガチャン、ドゥ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 ってフランス語で歌いながらね、蛍の光を歌ってるんですよ。まあいいなと思ってね、それが私のね蛍の光のね思い出でですけどね、そんな記憶がありました。はい、さて、本題に戻りましょうか。ということでハーモニクスですね、これも例によって、これなかなかこれね、これまあこれで弾いてもいいんですけど、私ねこれで弾いてもいいんですけど、まあこっちのタブ譜の方が見やすいのでこのタブ譜で弾いてみようかと思うんですけど、皆さん見えますか、これ。それで、これは例は、まあ、あの6円使うことないんですけど、まあ、元に戻しましょうか。そうするとね、さっき反対にこう180度までしょ、180度、180度の45度、だから今度は逆に180度、180度の45度、このぐらいでほぼ完璧なんですよ。ちょっと高く上がっちゃいましたけど、これでね一発でしょ。元に戻してください、皆さんも180度、180度、45度。で、少し高めに合わせておけばいいです。例に下げた場合は少しちょっと高めにしておかないと戻ってきますからね。こうかな。今のが蛍の光の、自然ハーモニクスバージョンです。よろしいですか？皆さん聞けました？頑張ってるのかな、もしかしたら。どうですかね、皆さん頑張ってるのかな。なんかこう皆さんが一生懸命練習してるのがなんか目に浮かびますね。どうですか、弾けました？
ちょっとコメントが止まってるんでちょっと心配なんですけど、よろしいでしょうかね。特にこの3フレットはですね、この3フレットとか2フレットはもうかなりこ右手の方はこのブリッジ寄りで強く弾かないと音が出にくいです。3フレットきれいに鳴らすのは難しいです。本当にねピンポイントで、あとは弦も新しい弦じゃないとダメですよ。まあもちろんいいギターに越したことはないんだけど、いいギターに越したことはないんだけど、弦も新しくないとダメです。行く年来る年そうだね。これとあとここね、ここの9フレットも 出にくいです。楽譜とのイメージがずれるので難しいです。タブ譜の場合ですね、タブ譜の場合はちょっと楽譜とのイメージがずれるかもしれない。あ、そう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 、分かりました。あの王子さん言ってる意味がね、だからこの楽譜を見ながらこれ実際の音は違う音が出てるわけですから、このね実際の音はこの音じゃないですからね。だからあのなんかね頭の中それを想定していくとちょっとイメージが崩れますよね。確かにそれはそうです。これはもう慣れないとダメです。慣れないとダメですね。ここまでよろしいですか皆さん。なかなか本当はこういうあの自然ハーモニクスとか人工ハーモニクスも何回も回数を重ねてね、本当は教えるべきなんでしょうけど、一日でこうこれを説明するというのはちょっと無理があるんですね。で、いよいよ最後の、今日の最後です。次が、これですね。キラキラ星。これはもうあの、タブ譜と楽譜はもうごっちゃにしました。ごっちゃにして作りました。これがあのアーティフィシャルハーモニクス ARTHARM アーティフィシャルハーモニクスですね。でこれの表記の仕方もいろいろあってですね、なかなか難しいんですけど、これ、ね、アートと書かれた時にもうこのドとこのドの音はまあもうアーティフィシャルで弾かないといけないということなんですけど、この弾き方ですね、先ほどちょっと説明しましたけど、まあこちらの指で例えば開放弦の場合でしたら開放弦でもそのアーティフィシャルはできるんですけど、例えばこういうんですね、これが12フレットで、例えば7フレット 7ということはここも一緒なんですね。19フレットこれは同じ音なんでしょ、こことここは同じ音なんですね。これは前回に説明したこの、3倍音で3箇所この弦長の長さの3分の1になっているので、2箇所あるわけですね、こことここと。であと5番目ね、ここということはここもなんですね、こことこの音は一緒でしょ、これは全体の4分の1になっているので。で今度は4フレットです、これですね、こっちの方が出やすいかな、この音とこの音一緒なんですよ。それとここか、ここか、ごめんなさい、ここね、こことこことここと、1箇所全体の5分の1ね。ということで今度はですね、押さえた時の問題ですね。今は開放弦ですから、
12、例えば12フレットオクターブだったらこれでいいわけですけど、ここを押さえた時にはこの1フレットこちらに来てますので、ですから12足さないといけないんですよ。1フレットプラスの12だから13フレットで、例えば0だったら3フレットですから、3足すの12で15フレットの場所をアートフィシャルハーモニクスで出すということです。ファの場合でしたら13フレット足して12で13フレット。ソだったら3フレット足して15フレットですね。で、ラだったら5フレット足すの12で17フレット。タブ譜と楽譜が一緒の方がイメージ、そうですね。中村さんそうだと思いますね。それでキラキラ星を皆さん頑張ってみましょう。これを、アートフィシャルハーモニクスになら、できるようにですね。ですからまあ実音で弾くと、これ今実音で弾いたんですけど、今度はこれをここなんですね。ここですね。でまた元に戻って、まあ私は今大体勘で言ってるんですけど、見なくてね、やっぱり見た方がいいでしょうね。じゃないともうわずかでもずれたら音が出ませんから、しっかりですね。だからここのところで指先でしっかりこの13フレットの真上ですね、13フレットの真上ですよ。真上をしっかりこう触って、で、触った状態で薬指でこのグッと弦を引っ張り込むんです、少しね。じゃないといい音出ませんから。だから人差し指と薬指が同時に触ってる感じです。そうなんですね。ここはね、ここのところね。とても面倒くさいんですけど、すごく面倒くさいと思います、中には気が短い人もいるでしょうね。こんなことやっておれるかって言ってね投げ出しそうになる人もいるかもしれません、もう根気ですね。根気しかないです。それで、あと何を説明しようと思ったかな。ちょっと頭の中もう一つあったんだけど、今ちょっと頭の中がちょっと消えてしまった、あ、そうそうそう、これでね、まあまずこれができて、まあこれだけでも難しいのに、さらに難しいことを皆さんに言うともうパニック状態かもしれないですけど、まあギターはね、これでまた欲張りなんですね。この、コードです。で
こっちで弾きながら今親指が遊んでるでしょ。親指は今自由な状態なんですよ。だからじゃあその遊んでる親指も使って和音にしましょうということで、例えばこうね、これなんか欲張り状態です。親指が遊んでますから適当にその、和音を入れたりするんですね。でさらに、もっと複雑になってくると、例えばですね、伴奏を入れながらみたいなことで、もうこうなってくると、やっぱりギターはなんかこうね、なんていうかな、こう高度なこう職人芸みたいなねところまで行ってしまう。まあこういうこともできるということです。あのアートフィシャルハーモニクスだとこんなお遊びもできるということですね。まあ、だから今日、一番最初に演奏した、商人の娘がそうなんですよ。ですね、ここでこれが自然ハーモニクスです。ここでハーモニクス、こんなことをやるわけですね。ありとあらゆるそのハーモニクスをこの演奏中でねできる場合でしたら、その効果音的にそうして入れるわけですよね。まあ気が遠くなるような作業だと思いますけど、まあこんなこともできるということだけです。皆さんの場合は今日ぜひあの私が作ったですね教材で遊んでみてください。今日の全部で4曲ありますので、よりどりみどりですよ。よりどりみどり。そうです。大林さんいらっしゃい。そうです。もうこれで終わりです。カルカッシーのハイポジションに入ったんですね。4フレットのね。非常に厳しいところではあります。ね、中村さん。大林さんは今日コメントで、カルカッシの第4ポジションのところに入ったそうです。まあこれからは茨の道ですよ。大林さん非常に難しいですけど、でもこれあの やるに越したことはないです。この後もあのいろんな調整が出てきてですね、まあ本当に私が思うのはカルカッシで十分ですよ。
もうこの世界、このギターの、テクニック、こうやれば上手くなるとかっていう、いろんなその教則も出てます。いっぱい出てます。それぞれいいと思いますけど、私が思うにはもうカルカシ教則本一冊で十分です。この一冊でもはるかに難しいのに、カルカシは置いといて、他のことをやるというかね、どうかなと思いますね。ターゲットをカルカシに絞っていいと思いますよ。ただそのカルカシだけだとその新鮮味がないというか、曲に対してね、それはあるかもしれませんけど、本当にカルカシ共産国っていうのはよくできてると思いますよ。ハーモニクスでの歌わせ方がよくわからないというか、できないです。今日のね、チャイムやってください、中橋さん。今日のチャイムでいいですよ。そんなに難しいことやらなくていいです。はい、中村さん。タレガのホタでいろんなテクニックが入ってます。そう。あれは、下の方で、僕もこれ、CD にね、タレガのホタは全曲を演奏して CD に録音してますけど、これは今度は下の方で、これは、自然ハーモニクス、下の方の低音が自然ハーモニクスで、高音の方が伴奏という形ですね。時間があればドロップ D チューニングのコツをもう一度お願いできるでしょうか。さっき言ったでしょ。コツはさっき言ったように、1回転、半回転、半回転の45度です。それだけのこと。コツはそれだけですよ。あとは微調整はいりますけどね。それで、高い、調弦になってた、ミをレに下げたときは、レに下げても、ミに戻ろうとしてますからね。だから少し低めに合わせておくとかね。あるいは一回ものすごく下げといてから上げるとか、あるいは逆にレからミに戻るときは今度逆に少し高めに合わせるとかね。これはそれぞれ、プロの方で方法は違うと思いますね。とにかくギターという楽器は、非常に調弦は、困りますね。毎回困ります。その点、チューニングは私ね、やっぱりこの人は天才じゃないかなと思うのは山下和人さんね。山下さんは、演奏中でも全部チューニング、曲と曲の間というか、演奏中にチューニング変えますから。で、おそらく恐ろしい耳を持ってるんじゃないかと思うんですけど、おそらくこう演奏してて気になるんでしょうね。演奏中にさっとかこう調弦直しますよね。あそこまでできるギタリストはいませんよ。はい。じゃあ、ということで終わりにしましょうか、皆さん。どうでしょうかね。何かご質問ありますか？おかげさまで、今日の時点で9900人になりました あと100人。このペースでいくとおそらく、10日、あと10日ぐらいでおそらく1万人に行くんじゃないかなと思ってますけどね。どうなるか。どうでもいい話ですが。私の YouTube もとうとう1万人までなったっていうのはすごいなと自分で思いますね。我ながら。カルカッシのページ90でもなかなかいい音が出なかったので、先生の教材からやってみます。それでいいと思います。カルカッシの P の90ページは難しいですよ、中村さん。あれは難しい。ということですね。今日のレクチャー内容は、自然ハーモニクスと人工ハーモニクスの弾き方でした。はい。
まあだからといってなんだという話なんだけどね。だからといってだから1万人になったからどうってどうなんですかという話なんだよね。まあでもなんかやっぱりたくさんの人にね来てもらってるっていうのは嬉しいことですよ。あ、万歳しますか、祝杯をあげますか、常枝さん。じゃあ、1万人になったらね、ここでね、どうしようかな。じゃあここで皆さんの前で私は、ビールを飲みましょう。1万人になったら皆さんにプレゼントではなくて皆さんと一緒に、常枝さんも、配信の前で、ビールを用意してください、乾杯しましょう。終わりにしましょうか皆さんね、ありがとうございました、ありがとうございました。飲み会やろうやろうやろう、飲み会、飲み会やろう。飲み会やりましょう。ありがとうございます。はい、アップルドリームさんこんばんは。終わっちゃいました。アップルドリームさん終わっちゃいました。すいません、終わりです。はい、おやすみなさい、終わりします。